ドン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 キードンキーホーテー、夜中はヤンキー続々ワクワク、ヤンキーだドンドン、あ、やめよう、ヤンキーに怒られる。こんにちは、はじめしゃちょーです。はい、というわけで今は夜中の3時なんですけども、夜中の僕の楽しみです、買い物に行ってこようと思いますが、ただのお買い物しても面白くないと思ったので、ちょっと変わった方法でお買い物しようかなと思っております。その方法はドンキホーテ目隠し買い物やってみた。僕が今から後輩を連れてドンキホーテに買い物に行きます。で、そのドンキホーテで買い物するときに僕は目隠しをして買い物をします。もちろん危ないので後輩を一人つかせて一緒に行くんですけども、で、後輩のサポートを行きつつ僕はもう目隠しでドンキをこうぐるぐる回ると。ドンキってね、物がめちゃくちゃ多いんですよ。すごい数の物があるんで、本当にわけわかんないぐらい物がたくさんあるので、僕はそのわけのわかんないぐらいたくさんの量のある物の中で何を目隠しをして選ぶのか、ドンキの中でランダムにポッとこう買うとしたら何が手に入るのかっていうのをちょっとね、実験したくなったので、後輩が僕をちょっと誘導してくれつつ目隠しでドンキで買い物をしていきます。果たして何が手に入るのか楽しみですね。では早速ドンキに行ってみましょう。なんでこれ目光ってんの。じゃあここから出てきたよ。え、俺のせいじゃないよ。はい、というわけでやってまいりました、ドンキホーテでございます。何が欲しい、狙いに行くとしたら。普通にでもティッシュは欲しいんだよ。パーティーグッズ、パーティーグッズ、どこら辺を狙っていきたいですね。早速買い物行ってみよう。で、サポートがいないと。オッケーです。右側に寄って、どう、右側、もちろん、もちろん、もちろん、どう、もちろん、もちろん、もちろん、どう、もっともっと、こう、まっすぐ、まっすぐ、こう、まっすぐ、え、待って、もう来たか、これ来たか、これこれ来た。これ何、これ何、これか、これだから役に立ちそうだな、重みがある。よし、これか。よしよしよし。なんでそんな笑う。あ、こっち行きます。オッケーオッケー、行きますか。オッケー、待って、18禁コーナー。あ、何その反応。よし、これにしよう。これ大丈夫。こんなスピード上げていいの。え、何、大丈夫ですよ。それは違いますね。それディスプレイス。あ、外れちゃう、外れちゃう、外れちゃう。夜中だから人も少ないしね。ちょっとそれいつもはじめさんつけてる。これブラジャーじゃねえか。ちょっとこれ買おう。今どこら辺マジでわかんないんだよ。これは高校生の男とか使うんじゃないですか。それはもう誰でも使うんじゃないですか。なんだろう。よし、これ買おう。なんで笑う。これ買おうぜ。これか、これ一応商品だろう。え、待って、そんなの。お、待って、今耳になんかクラッチングスタート。クラッチングスタート。絶対18禁コーナーでしょ。この辺どうすか。今のれんがかかったもん。この辺どうすか。これはやばい。え、どういうこと。よし、こんなもんしょ。終了、じゃあお会計いきますか。まだ僕は何を買ったかというのはまだ分かってません。で、今からちょっと後輩が運んでもらうんですけども、はい、というわけでちょっと一品ずつ置いていってもらいます。よし、頼む。失礼します。まあじゃないですか。これはこれは全然実用的だと思うんで、これはもうありです、ね、アリエールです。次、失礼します。何これ、何これ、フェイスシェイバー、眉毛剃りとかですね。あ、これ普通に使えるじゃん。普通に使える、普通に使えるやつになった。眉毛剃りも全然あるんですね。次、これ何、何これ。スモークガラスにするやつ。何を。車です。スモークでございます。ちょっと使えないですね、これは。次、まあまあこれはね。ちょっと待って、これ何なの、まず何なのこれは。いや、でもナイスチョイスだと思います。だったらね。次で3キログラムのプロテインでした。俺こんなの買う予定ではなかったな。まあ、ちょっと筋肉せっかくなんでつけようと思います。次、あ、これはでもね、なんかちょっと俺欲しかった。これでもでかいやつじゃね。ちょっと味を探してください。やだね。ちょやめてよ。え、なにこれ、あ、梅ちゃんだったの。お、全然ありだよ。ラブライブ梅ちゃんのパズルです。そう、時間ないんでまた暇の時にこれやります。次、これはなんだろうな。タニマクイーンですね。タニマクイーンと、これは下着のパンツかな。ティーバッグじゃん。すごい、皆さんティーバッグのパンツです。ちょっと止めて吐きなさい。はっ、
これはなんだ、こんなの買ってたのか。これマジか。ちょ、開けてみよう、これ。マジか。またこんなの買う予定じゃなかったんだけど、マジで。ガチモンじゃん、これ。あ、すげえ、これでもさ、いいやつじゃん。これ、あれでしょ、プラズマクラスターのやつでしょ。これ、普通に嬉しいやつだ。やった、ありがとう。いやいや、あ、俺が選んだのか。自分で選んだ。はい、ということで最後はプラズマクラスター、空気清浄機のなんかすごいいいやつでした。ドンキで物を目隠しで買うと、大体こんなものが、大体こんなものが集まる感じでございます。皆さん、ドンキで物を買うときは、しっかり買うものを確かめてから買いましょう。じゃあな。